ゲルトルーデ・ゴルナー・コーラーは、オーストリアの元女子体操競技選手。2018年1月現在、オーストリア唯一の体操競技世界チャンピオンである。1926年1月23日、ゲルトルーデ・コーラーは、オーストリア共和国のシュタイヤー・マルク・シュー・グラーツで、生まれた。1950年に開催された、世界体操競技選手権バーゼル大会に出場し、 個人総合で、銅メダル、跳馬で、銀メダルを獲得。段違い平行棒では、金メダルを獲得した。2018年1月現在、コーラーはオーストリアが生んだ、史上唯一の体操競技世界チャンピオンである。五輪大会には2度出場し、1948年ロンドン、五輪の団体総合で6位。1952年、ヘルシンキ五輪の主グ体操団体で9位。 団体総合では10位の成績を残した。また、1949年から1954年までの間に、オーストリア体操競技選手権で合計19個の金メダルを獲得している。コーラーは長期にわたる闘病生活を送った後、2014年12月22日に、ドイツ連邦共和国ベルリンのトレプトーケーペニック区、フリードリヒスハーゲンにある自宅で死去した。 オーストリア体操連盟は遺族に脅意を表した。ありがとうございます。